次に6番乗り場に到着します列車は特急列車の白鷹14号大阪行きです。6番乗り場に特急列車の白鷹14号大阪行きが9両で到着します。黄色い線の内側にお下がりください。6番乗り場に特急列車の白鷹14号大阪行きが到着します。黄色い線の内側にお下がりください。白鷹14号大阪行きです。次は新大阪に停まります。新大阪22時46分、新大阪午後10時46分、終点大阪22時51分、終点大阪午後10時51分の到着です。車内のご案内いたします。この列車の自由席は後より7号車、8号車、9号車です。7号車おタバコを吸うことができます。自由席です。カード式電話機は4号車、6号車にございます。携帯電話ご使用のお客様、使用の際はご面倒でも電気の方でお願いいたします。次は新大阪です。ありがとうございました。新大阪、新大阪です。ホーム左側です。新大阪を出ますと次は終点大阪です。今日も JR 西日本ご利用いただきましてありがとうございました。
が終点大阪です。およそ2分のご乗車で終点大阪に着きます。ホームは左側4番ホームに着きます。乗り換えのご案内いたします。JR 大阪線。三宮方面。新幹線に各市行きは乗車ありがとうございました。大阪に着きます。ホーム左側4番ホームです。 JR 神戸線三宮方面お越しのお客様、5番乗り場へお越しください。 JR 高塚小木山線高塚方面お越しのお客様、新三田駅は22時56分6番乗り場です。快速笹山口行きは23時16分2番乗り場です。今日も JR 西日本ご利用いただきましてありがとうございました。終点大阪です。